日本維新 V デモクラッツは民主党のグループ。通称原口グループ。なお、当初グループ名を日本維新連合としていたが、すでに存在した同盟の右翼団体から抗議を受けてグループ名を変更した。また、2012年9月に結成された日本維新の会とは無関係である。原口和弘前総務大臣に近い国会議員を 中心として結成され、2011年2月23日に設立準備会合を5月31日に設立総会が開催された。原口をはじめ菅直人内閣総理大臣に批判的な国会議員が多いことから菅卸に同調する勢力と目されていたが、グループから6月2日の内閣不信任決議案に賛成したのは松木健康前。 農林水産大臣政務官のみにとどまった。小沢グループ出身議員が多く、マニフェストに掲げられた地域主権改革や行財政改革の実現を主張していた。2011年9月2日に発足した野田内閣では、山岡健治が国家公安委員会委員長兼拉致、問題担当大臣兼消費者及び食品安全担当大臣として初入閣した。 2012年9月の代表選では原口が出馬し、再選を目指すのだ義彦に敗れたが、10月1日に、発足したのだ第三次改造内閣では、中塚和弘が、金融担当大臣権、新しい公共担当大臣権少子化対策、担当大臣権男女友同さんが担当大臣とし、て初入閣した。十二月の第十六回衆議院議員総選挙では、 多くのメンバーが落選し、議員グループとして消滅した。2011年2月23日の準備会合には、以下の58名が出席した。は、ぶっこ者。ありがとうございます。